おはようございます。心が震えるほど感動する言葉に会うことはめったにありません。この頃は残念ながらすっかり心の感度が鈍ってしまい、日々を惰性で生きていることを反省しています。それでもこうして毎日くだらぬ文章を書いていて、読んでくださる方もいらっしゃるので、せめて何か心に響くものはないかと注意して、新聞を読んだり、本を読んだりしております。4月6日の毎日新聞に、時に海を見よ、教師の思い、集大成、という大きな見出しの記事があって読みました。これは久しぶりに心が震えました。東日本大震災が起きた2011年春、立教新座中学高校の校長だった渡辺健二さんが卒業生に送ったメッセージの題が、時に海を見よ、なのであります。震災の影響で高校の卒業式が中止になったんだそうであります。そこで校長だった渡辺先生が、式辞に変えて卒業生に送る言葉として学校のウェブサイトに公開されたのでした。以下新聞の記事に掲載されていたその一部を紹介いたします。これから述べることはあまりに甘く現実と離れたロマン的まやかしと思えるかもしれない。しかし私は今繰り広げられる悲惨な現実を前にして、どうしても以下のことを述べておきたいと、先生は前置きをした上で生徒たちになぜ大学に行くのかを問います。学問、友人作り、遊び、そのいずれも正しい答えではないとして、こう語りかけるのであります。大学に行くとは海を見る自由を得るためではないのか。言葉を変えるならば、立ち止まる自由を得るためではないかと思う。現実を直視する自由だと言い換えてもいい。高校までの時期にも、そして社会に出てからも得られない。自分で時間を管理できる自由があるのが大学時代だというのであります。そこで何をすべきなのか。時に孤独を直視せよ。海原の前に一人立て。自分の夢が何であるか、海に向かって問え。青春とは孤独を直視することなのだ。流れに任せて時間の空飛にうつつを抜かすな。いかなる困難に出会おうとも、自己を直視すること以外に道はない。という実に力強い言葉なのであります。そしてさらに渡辺先生は続けます。忘れようとしても忘れ得ぬであろう大震災の時のこの卒業の時を忘れるな。鎮魂の黒き喪章を胸に、今は真っ白の帆を上げる時なのだ。愛される存在から愛する存在に変われと。時に海を見よ。実に力強い先生のメッセージであります。感動しました。震災の後、こういう言葉を発することができる先生とは素晴らしい方だなと思いました。この渡辺先生がこれまで発信してきた言葉を一冊の書籍、生きるために本当に大切なこと、角川文庫にまとめたというので、これを早速取り寄せて今読んでおります。海を見よというと、私も子供の頃を思い起こしました。生まれた家は熊野川のすぐそばでしたので、川は毎日のように見ておりました。海も自転車で行けるところでありましたので、時に海を見たものでありました。ただ、ただ広い、どこまでも広い海を見ていたのでありました。そして波打ち際に佇んでいると、打ち寄せる波が自分の呼吸のリズムと一つになるのを感じたのでありました。寄せる波はずっと長くこう続いていって、だんだんとこの細くなっていって
て、そうして細くなって低く波に転じていきます。吐く息がずっと続いていって、だんだん細くなって吸う息に転じるのと同じように感じて、波に合わせて呼吸したりしていました。私が呼吸を習ったのは海からでありました。詩人の坂村新民先生もまた海を愛していました。こういう詩があります。海を見よです。海を見よ、新民よ、海を見よ。お前の好きな海を見よ。そしたら一切需要、すべてを受け入れる。一切需要ということがよくわかるだろう。宇宙の実態がわからないなら海を見よ。そしたらその本気がわかるだろう。ブッダの慈悲がわからないなら海を見よ。海がそれを知らせてくれるだろうと。海、私が帰って行くのは海である。海から生まれたから海に帰って行くのである。海は私の母である。もう一つ、海、海はいつも動いている。だから魚たちも生き生き泳いでいる。動いているものはすべて美しい。私は海を見に行くのもそのためだ。海は生命の根源。という詩を残されております。また、新民先生には、華厳経を詩で訳された念ずれば花開く経という冊子があります。その中に、海は仏の命の現れなのだ。だから海を見に行くがよい。大地の海、平等の海、無下の海、無辺の海、無量の海、不生の海、不滅の海。ああ、あの子たら三脈三菩提の広大な功徳を知るために海を見に行くがよいとも歌っております。時に海を見ると海は私たちに多くのことを語りかけてくれるのであります。取り寄せて読んでいる渡辺先生の生きるために本当に大切なことの中に、震災から1年後の文章が載っていて考えさせられました。引用してみます。私たちは自然に対して先月に傲慢に過ぎたのではないか。自然からの手荒い報復に頭を垂れ、その恵みを懇願し、自然に従い寄り添うことが要求されているのだ。私は一年前卒業式を挙行することのできなかった時、私は本校のホームページで時に海を見よと題し、大学に行き海を見つめる自由の中で孤独を直視せよと語った。その思いに変わりはないが、今の私はこの一年の短さと長さに翻弄され、時間に請求になっているのかもしれない。海を感じよという声が聞こえてならない。海を感知し、触知し、海に従い自然に寄り添わねばならない。海に抱かれ、海元を戯れ、波頭をまっすぐに見つめ、その鼻で潮の匂いを嗅ぎ、海の音に耳をそば立て、海の闇を感じ、そして日の出を直視せよ。五感を震わせて海を感じるのだ。その時、敗北の意味が問われるはずだ。次の世代へ今の海を語り継がねばならない。これは責務だ。多くの人と出会い、身が欲するほど相手の身になって物事を考える。他人と不幸を分かち合う、そんな人間になってほしい。今、悲劇は一部に集中している。分かち合うことが必要とされているのだ。自然と歩む新たな理念が若い君たちの中から創出されるはずだ。理想の社会がきっと見えてくるはずだ、とこういうのであります。私たちは自然に対して先月に傲慢に過ぎたのではないかという一文は胸に刺さります。今のコロナ禍にも思い当たる気がいたします。そして今もやはり多くの人と出会い、身が細るほど相手の身になって物事を考える。他人と不幸を分かち合うことが大切だとこう思うのであります。時に海を見ましょう。
では体と呼吸を整えましょう。まず足の裏でしっかりと床を踏みしめます。自分は大地に支えられているのだということをまず感じます。そして足に力を入れて立ち上がろうという気持ちで、お尻を5センチないし10センチほんの少し持ち上げてストンと下ろします。すると腰が立ちます。その後その後肩の力を抜きます。ぐーっとこの息を吸いながら肩を持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろし、もう一度息を吸いながら持ち上げていって、吐くと同時にストーンと下ろして、最初一息、息を強く口から吐きます。その時にはお腹の底に溜まっている空気や胸に抱えている思いや煩い全部吐き出すつもりで、強くはと吐き出して口を閉じます。すると鼻から新しい空気がいっぱい入ってきます。新鮮な空気が体の隅々まで行き渡るのをこう感じながら、ありがたいな、嬉しいなと思わず微笑みがこぼれてまいります。そんな気持ちでその後は口を閉じて、鼻から息が出たり入ったりする様子を静かに見守って座りましょう。ありがとうございます。今日もどうぞ良い一日でありますようにお祈りしております。